土木出張所の柿田です。おお、インディ吹雪だ。どんな雨だ。まんず夜明けだな。見てくるか。うん。どうだ。オスは大野田五郎左衛門とこの二代目一文字だ。いい子が生まれるべ。県庁の真瀬土木課長が恩師にあたる東京の上野秀次郎博士に頼まれましてな、秋田県を買ってみてと。あの赤が生まれた時三日三晩ひじ荒らしだ。このうちぶつぶれるくれ吹き荒れた。あんたが電話口で生まれましたって叫んだべ。こっちはてっきりあんたの奥さんが赤もんだと思ったよ。うちにはもう5人も私がおるんですよ。これ以上生まれたらたまりませんや。この絵だし。あ、上野博士は我が国農業土木の権威だとも大の犬好きでしてな、去年伺った時にちょうど可愛がっていた犬を亡くした後でしてな、秋田まがいのオスでして。うん。あ、まず着子でも。ああ、ありがとう。いや、今度は純粋の秋田犬を飼ってみてとおっしゃってたんです。そら、さぞかしいのくべ。早速知らせてやらねば。あ、電話貸してくれねえか。うん、どうぞ。あ、どうぞ。なるほど。
ええ、もしもし、東京お願いします。東京青山局の2007番。何です。はいはい。お嬢様が小山だ。大の犬好きでしてな。秋田県庁の増瀬様です。はい。帰りました。娘の千鶴子です。父と母はですね、箱根の遠野沢温泉行っておりますの。毎年暮れには行くんです。ご用件でしたら受けたまわっておきますけど。犬、秋田犬が生まれた。それをくださるの？もう嬉しい。はいはい。今朝方生まれたんです。いやもういい犬です。それでですな、今日は12月の16日ですから年を越しましてですな。はい、早速父に伝えます。ありがとうございました。尾形くん、秋田犬が来るわよ。また犬を飼うんですか？またとは何よ、今度は純粋な秋田犬なの。お父様に知らせなくちゃ。鶴の家さんナンバー。ああ、カジカだ。まあ、お帰りなさいまし。うん、ただいまお嬢様からお電話が入っておりますが。あ、そう。お部屋の方へおつなぎいたしましょうか。うん、お願いします。秋田県庁の土木課の、あら、なんだっけ、マセ君。そうそう、そのマセさんっていう人から電話があって、素晴らしい秋田犬が今朝生まれたそうよ。お父様を頼みになったんですって。頼んだわけじゃないけど、ゴンスケが死んだ時ちょうどマセ君が来ておってね、純粋な秋田犬を送りますと言うから、まあ機会があったらお願いしようぐらいのことは言っておったんだが。犬はもう飼いませんよ。うん、ゴンスケが死んだ時はかわいそうだったからね。お前だって涙を流してたじゃないか。生き物を飼うのはもうよそうよ。そんなことおっしゃったって、マセさんは本気になって奔走してくださってたのよ。お父様がお嫌なら私が世話いたしますから。私、純粋な秋田犬が飼ってみたいの。お嬢さんが犬飼うったって世話はみんなこのわしだからね。ゴンスケだって駅まで拾ってきたんだもんね。これ、サイキチ飼うから。だろ、わしゃ犬はできない。